おっす。はい、じゃあ後半は、伝統空手のスパーリング見てをさせていただきたいと思います。まあ、この雑誌とかで見たことあるこのボールをつけさせていただきました。伝統空手は、公式空手と一緒で加点方式になります。大体のルールが大人ですと8点から6点の差をつけた方の勝ちになります。点数と、はい、はい、で時間制限がありまして、大人ですと、まあ、2分から3分が多いですね。大会によって違うんですけど、はい、2分から3分の間に点数をたくさん持ってた方の勝利っていうのが簡単なルールになります。でその中にちょっと、まず突き技、さっき練習した中段逆突きであったり、パンチの攻撃は基本的に1点になります。ポイントは中段の中段の、そうですね。でジャッジの仕方としては有効という有効、はい、点数の入り方になります。で蹴り技の中段、お腹帯から上で肩からまでが大体伝統は中段というんですけど、はい、ここに蹴りが決まった場合は2点です。2点、これを技割って言います。はい、はい、で最後上段への蹴り技か、もしくは投げ技があるんですよ、はい、投げ技で相手が両肩がついた状態で、まあ横になった状態ということですね。で突き技や蹴り技が入るとそれは3点になります。こちらが1本ってなるんですけど、そのいろんな技を使い合って点数を取り合っていくっていう感じです。で反則が2種類あるんですけど、はい、C1 っていう反則が基本当てる反則ですね。寸止めって言ってコントロールをしないといけないので、例えば顔面に当たって首がこうなっちゃうっていうのに C1 の反則が1回目って入ります。で C2 の反則が逃避行為であったり、はい、15秒間戦わなかったとか、戦いをお互いにしなかったんだったら両方にもっと戦いなさいっていうの反則で C2 っていう反則が入ります。で基本的にそれを4回貯めてしまうと反則負けっていう負けになってしまうので、はい、その4つをうまく、まあ、2つ3つとどめて点数をたくさん取って勝つっていうルールですね。はい、でプラスもう一つ細かい話でいくと、先ほどちょっとお話ししたんですけど、選手っていうルールがありまして、1点目を取ると1点5点のアドバンテージがあると思われると考えかもしれないです、はい、なので1点目を僕が例えば取ったとして、1点高橋さんが取られて、そこで試合が終了した場合、1点5点のアドバンテージがあるんで1点5対1って扱いになって僕の勝ちになるっていう感じです。選手は、C2 の反則のカテゴリーが3つ溜まってしまうと取り消しになってしまうので、その場合点数をもう1点取って2対1っていう状況を作るか、反則を3つ溜めさせて選手を取り消しにして判定に持っていくかっていう戦い方をするという形ですね。なるほど、はい、結構一気に喋ったんで、いやいや編集頑張ります。お願いします。あ、なるほど、すごいルールが、はい、すごい、そうなんです。なんで結構ルールも大会によってであったり時期によって新しくなったりするので、審判の先生も選手もそのルールに合わせた戦い方に寄せていくっていう、結構難しいですね。わかります。ちょっと頭に入れながら、そうですね、周りもやっていきます。はい、とにかく点数をたくさん取ればいいというところだけ。はい、はい、顔面の攻撃はもう反則に絶対なってしまうので、もう首から上だけ10センチ以内技が決まることなので、例えばここだと20センチなので、ここでバーンって引いても点数にはならない。あ、それは審判の目の基準になっちゃうんですけど、この辺まで入ってれば、まあ、10センチには絶対入っているので、来てまでしっかり取ると肩が上がって2本以上上がれば点数になるよっていう。蹴りはどうなんですか。蹴りもですね、これもすごい難しいんですけど、ガード越しに当たると基本ポイントにはならないんですけど、はい、例えば上段蹴りですと、自分ちょっと低くなるので蹴っていただいていいですか。これをこうやって受けてても足のつま先が中に入り込んでると10センチ内に入ってるじゃないですか、はい、ポイントになる場合がある。なのでもう極力上段蹴りが来たら、あ、蹴ってもらっていいですか、
こうやってもう全然当たらないように10センチ内に入れないように避けるっていうのが結構伝統の選手の戦い方ですね。なんで中段蹴りも一緒でガードをこの地下までしてしまうとこの上から当たっても音がバチンとなっちゃったりするとガードはしてるけど技は入ってるんじゃないのっていうジャッジになっちゃうと2本以上旗が上がると点数になっちゃうんで、今その世界大会や大きい大会ではあの VR 判定が1回だけとかルールによって違うんですけど1回だけできたりするんでそれを見ていや今のガードは取りませんとかにもなるんですけど、ほとんどの大会はそんなにないんでもう2本以上旗があれば入ってない技でもポイントにはなるので、もう審判がそこは基準としてそれに従っていくっていう感じです。なるほど。とにかく遠くで避けるっていう意識で、はい、むず難しいです。なるほどな。本当は審判がいれば1回入ることにやめってなって回数に戻って点数が入ってまた続けて始める。これはむずいです。これはむずい。間合いが結構思ったよりも遠いですよね。遠くから入ってくると思うんで、そうですね、このルールはむずい。いろいろフルコンもやってきたし公式もやってるしキックもテコンドーもやってきたんですけど、このルール一番難しいですね。あ、本当ですか。これは難しい。すげえ。どうしましょうか。簡単に5割ぐらいでやってみますか。はい。鼻割れですか、大丈夫ですか。あ、絶対大丈夫です。絶対これは大丈夫です。念がなかったらすっごい怖いですね。怖いですよね。高校までは伝統もつけるんですけど、もう一般大学生以上からは基本外す試合が多いんで、国体だけですね、つけるのは。はい、あとはもうすでんで、マウスピースをつけてやります。わかりました。じゃあ、終わりぐらい。はじめ。やめー。ありがとうございました。こういう感じです。これはむずいですよ。すっごいしんどいですね。これはむずい。はい、今日は花沼先生に伝統空手オリンピックのルールの空手を教えていただきました。まあすごい難しいですね。これはスピード
やっぱ公式空手に慣れてると当たって打ち返すっていう癖がついてるんで、初段にやっぱ反応ができないっていうのをすごいやっぱ実感しました。どうでしょう。いや、僕もその最近いろんな競技の方とコラボさせていただいてるんですけど、中段逆突きのマスターの度合い、短い時間でのこれだけ習得できるっていうのはもうずば抜けて高橋先生1位だと思いますので、そして試合の時にも、あ、試合スパーリングの時にも中段何回か出されたんで、そんな簡単にできるものじゃないと思うので、いや素晴らしいなと思います。やっぱり見てる同じ空手っていう名前がついてるだけ、そのちょっと内容は違う空手にはなるとは思うんですけど、同じ空手だなっていう部分をひしひしと感じさせていただきました。ありがとうございます。やっぱりその止めるっていうことですごい技の精度が高いというか、なんか今日はすごい勉強になる、僕の空手人生などすごい勉強になった一日だったと思います。ありがとうございます。これからいろんな、公式空手とかとはでもいろんな空手の人たちとコラボして自分もどん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 もっともっと強くなっていこうと思うので、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。この後は名倉先生の動画の方で公式空手をやっていきたいと思います。じゃあ最後、お願いします。はい、せーの、おっす。